毎度本田圭太撮影事務所の本田圭太です。今回はね、11月のスケジュール、2021年の11月のスケジュールと、あとねちょっとホームページ関係のことをちょっとお話ししてみたいなと思います。ではね、早速ですけども、ちょっとホームページ関係のことで、ホームページといってもね、弊社のその本田圭太撮影事務所のホームページなんですけれども、で今後展開していくメインコンテンツのですね、愛車プロモっていうのがあるんですけれども、オーナー様に寄り添った車バイクの撮影をする、サービスとなっております。こちらの、愛車プロモの方がホームページがですね、一応11月1日公開を目標に今せっせと今動いております。で、以前もね、ちょっとダーホンラジオやこちらの動画の方でもちょっと、ご案内させてもらってるんですけども、いよいよね、11月1日ということで、結構ね、大きいスカイも迫ってるんですけれども、ちょっとドキドキワクワクはしているんですけれども、それでね、今ちょっと担当していただいている中島デザインラボさんの方でですね、今ちょっとホームページ作っていただいているんですけども、いよいよね、その写真の今からはめ込みみたいな作業がちょっと始まるみたいで、ちょっとね、せっせと今写真の準備をしております。そう、今週末ぐらいにその写真データを、選んでちょっとくださいとのことなので、ちょっとね、今からちょっとセレクトしたりとか、そんな感じでホームページね、その載っける写真とかもね、結構ホームページって写真大事だと思うので、ちょっとね、シビアにじゃないけど、まあこういう感じで伝えたいねっていうのをね、その写真選びたいなと思っております。そうね、ホームページも中でいよいよ公開できるなっていうので、ね、ワクワクしてるんですけれども、それとね、同時並行で、それとですね、注文とかも、こちらの愛車プロモの方ですね、いよいよ受注の方ができるかなと思っておりますのでね、ちょっとドキドキワクワクはしてるんですけども、ちょっと11月、基本的にはそのメインは、ロケーションの撮影になるので、11月だと、ちょっと紅葉のシーズンとか狙えたりとかをするので、結構ね、愛車の撮影ですね、車、バイク、結構ロケーション映えるんじゃないでしょうかと、思っております。なので、ぜひ、ね、車、バイク好きな方、ぜひね、愛車プロモの方、ぜひね、チェックしてみてください。ぜひね、そうですね、一生懸命撮らせていただきますので、と愛車プロモの方ね、写真 と、動画の方、同時に撮るですね、僕が言ってるんですが、ハイブリッド撮影というような感じで言ってます。なので、僕一人でオペレーションするんですけれども、一応ね、その3つプランがあって、そう、上の2つのプランに関してはちょっとアシスタントもつけての撮影になるので、僕 と、アシスタントが連れていくような感じになっております。で、一番下といったら言い方してるんですけど、レギュラープランの方がですね、こちらの方が、僕がワンオペでやるような形になっておりますのでね、ぜひぜひね、11月から受注の方ができるかなと思いますので、ぜひぜひ首を長くして、ぜひね、こちら愛車プロの方お待ちください。そうで、11月のスケジュールなんですけれども、ありがたいことに、撮影の方もいろいろですね、ご注文いただいておりまして、主には車バイク関係のサーキットさんですね、の撮影であったりとか、あとは11月に関してはですね、七五三の繁忙期でもありますので、七五三といえば11月みたいなね、ちょっと昔ながらの、昔からずっと続くね、そう、11月にお参りに行くという形の、ロケーションフォートですね、こちらの方が11月はちょっと入ってる感じですね。あと、そう、初めての撮影的に行くと、体操の撮影をちょっとしていきます。これからね、11月の上旬にあるのかな。で、体操の撮影とかがあったり、普段ね、モータースポーツ撮ってるのでというのはあるんですけどもね、撮影現場がちょっと体育館ってことで、結構ね、そう、野外と室内だと全然ちょっと取り回しとかが違うので、ちょっとね、ドキドキワクワクしてます。そうなので、体操の撮影とかもあったりとか、あとね、そう、めっちゃ嬉しいことにね、そう、来月11月なんですけども、前撮りも入ったんですよ。そう、今までは、そう、結婚式会場さんから受注をいただいて、撮影をしてたんですけども、今回はですね、ちょっと本田圭太撮影事務所にですね、直接ちょっと問い合わせというか、ご依頼があってですね、初めての直受けの、そう、結婚式の前撮りですね、こちらをちょっと来月させていただきます。こちらもね、写真ちょっとサンプル許可とか、お客さんの情報とかがね、ちょっとサンプル許可まだいただけてないんですけれどもね、許可いただければ、こちらの動画とかね、ダーホンラジオの方で、詳細というか、どんな感じだったよというのはね、ちょっと伝えていきたいなと思っております。今なので、直受けのちょっと前撮りということで、結構ね、今、前撮りに必要なのって、あと髪型のセット、メイクさん、
あとはまあドレスを、着付ける人、まあ、和装であれば、和装を着付ける先生ですねが必要になってくるので、必然的に今日必要になってくるのはカメラマンと、まあ、美容さんという形になってます。で、もう、話はもうですね、順調にいってるのかな。でメイクさんの方は、そうやってくれる方がね見つかったので、そちらの方とですね一緒にチームになって結婚式の前撮りですねちょっとやっていきたいなと思っております。でそう、あとはドレスショップさんであったりとか、あとはブーケですね、まあそういったところのちょっと細かいところ、まあ細かいところか全然細かくないかドレスショップさんとかともねいろいろちょっとお話しさせていただいて、まあこういうドレスお探しのお客様がいらっしゃいますみたいな感じで、ちょっとねいろいろ外相談乗ってもらったりとか、本当にね結婚式の前撮りちょっと久しぶりなんですけれども、ちょっとねこちらもちょっとドキドキワクワクしながらちょっと撮っていきたいなと思っております。そうで今回の新郎新婦さんなんですけども、なんとね車好きっていうかね、そう今回新郎新婦さんはねサーキットで出会った方なんですよね。そうサーキットで僕はサーキット撮影してて、なんかね、本田さんはなんか今までどんなの撮ってきたんですかみたいな感じで、そう僕の経歴話したら、まあね、ウェディングフォトも撮ってましたみたいな話したら、そう、あ、俺ちょっと撮ってもらってないっす、撮ってないんすよみたいな感じでなって、そこからね話盛り上がって、そう出会ったのはそうですね、その新郎新婦さんと出会ったのは確かね6月か7月だったと思うんですけども、そうそこからね、そう話が盛り上がって、いよいよ11月にね結婚式の前撮りをしたいということでね、もうご指名いただいてね、もうめちゃくちゃ嬉しくて、そう久しぶりの前撮りをねちょっと撮っていきたいと思います。そうでサーキットさんはね、そう11月とか、まあこのね秋のシーズンってね、そうサーキットさんって路面の温度がいいのか結構ねラップタイムが結構出やすいらしいんですよ。なのでベストレコード、ご自身のベストレコード出すにはもってこいの季節ってことで、結構ねサーキットさんの方も結構ね秋って繁忙期らしいですね。そうそれが今年というかね、今年からそのサーキット撮影して、あ、なんかそういう気候によってもそのラップタイムって変わるんだっていうので、ね、そう非常に勉強になって、あ、そうなんだと思ってそこでなので、まあサーキットさんも結構ね10月11月はね結構力入れてるそうなので、まあいろいろサーキットさんもある感じですね。まあメインはゴールデンクス本庄モーターパークさんなんですけれども、他はあと千葉の茂原の方ですね、茂原ツインサーキットさんとかにね行くような形となっております。あとはね七五三ですね、さっき言ったけども、そう七五三のロケーション撮影とかがねちょっといろいろ入っているので、そうサーキットにしろ、そう前撮りにしろ、そう七五三とね、まあ楽しい撮影がいろいろあるかなと思っておりますのでね、11月もね健康第一で、ね、健康第一、まあまああとね安全第一でね、撮影の方をしていきたいなと思っております。で、ホームページの方もねいよいよちょっと公開が間近かなといったところで、そうホームページもそうすごいワクワクしてるんですけど、で撮影も楽しいし、で日々本当に皆さんのおかげで楽しい生活を過ごさせていただいております。そうで今回ねちょっと話というか本題は以上なんですけど、そう今回はねちょっと画面見てもらって分かるかなと思います。今回ピンマイクをつけてます。昨日から前回の動画はちょっとガンバイクメインで撮ったんですけど、今回ちょっとピンマイクメインで撮ってます。ガンバイクはね今回使ってないので、ここは ピンマイクのみでちょっと収音してるんですけど、聞こえどうですかね。なんか好みとかもあるとは思うんですけども、今が、そう前回のねガンマイクで撮ったやつ結構音良かったんで、今回はちょっとピンマイクでもちょっと試してみました。まあ収音の方法的にはね、そんなにそのなんていうの、準備が大変っていうのは別にどうともないんですけども、まあなんかピンマイクとガンマイク、まあどっちの方が声綺麗に取れてるのかなっていうので、ちょっと一回編集かけてちょっと聞いてみたいなと思ってますのでね、ぜひこういった音声のこととかもちょっと切磋琢磨してより良いね聞き取りやすい音声でね皆さんにお届けしていきたいなと思ってますので、ぜひ、ね、そちらの方ちょっとお付き合いいただけたらいいかなと思っております。では皆さん良いフォートライフをお過ごしください。本田圭太撮影事務所の本田圭太でした。じゃあね、バイバーイ。